い、それではね、これからちょっとまたバイブレーションで浅いところやってみます。で、通常ね、この場所はもう長浜をよく知ってる人ならもう あそこかってわかると思うんですけど、岩場です。もう岩がねゴロ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 あって、とてもこんなも普通は引かない場所なんですよね、バイブレーションなんて。だいたいみんな見てると猫リグか、まあテキサスリグ、まあよくやってガード付きのラバージグ、秋タイプの、まあそんなやつをみんなやってるんですけど、そんなところでもね、まあ、こんなん普通入れたらスタックするんじゃねえかっていう感じの場所なんですけど、これはもうヘッドの方がドンともう重たくて重心がしっかりしてるんで、一旦沈めてちょっと浮かしたところずーっと引く、まあ、一定のレンジをすごくキープして引きやすいんですよ。だからこんなロックエリアでも引くことができるんです。引っかからないと思いますよ。で、まあ通常普通でやったらもう浮き上がっちゃうか、もしくはちょっと浮き上がったからちょっと沈めようかなんていうとだんだんスタックしちゃうんですけど、これはねもう本当狙ったところきっちりトレースできるんで、まあスタックすることは本当少ないですね。まあこれからちょっとやってみせますんで、ちょっと見ててください。自分でどのぐらいの筆を引きたいかっていうところでちょっとしゃくってやるとかやるといいですね。であとはなんとなく引いてて、あちょっと岩に触ったなとかなんとなく感覚わかると思うんで、ちょっと触ったら少し竿を上げるか、もしくはもうスピードを上げてやるか、ちょこっとだけ、そんなの大幅なことはする必要ないですね。普通にあとは一定の速度で巻いてやれば大丈夫です、ね、全然スタックしないでしょ。これすごい岩なんですよ。こんな原骨のような岩がゴロ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 、メタリウムの XG、ギア比の高いやつだから結構早く引いてること引いてるんですけどね、ゆっくりめに巻いてますけど、バイブレーション投げないよね。でも僕の知る限りでは僕しかいないと思いますけど聞いたこともないですね。巻物が大好きな人にはね、もういろんなところでやっぱ巻きたいじゃないですか。ここはロスをしたらもったいないなっていうようなところでもちゃんと一定のレンジキープして巻ければね、全然怖くないんでね。だいたいここでトップで今 1.5
1.7 表示が、まあ、乗っかってるんですけど、まあ、だいたいそんなもんですかね。周りはもっと深いんですけどね、岩がガーッと盛り上がってだいたい 1.76 ぐらいですかね、今の水深。広範囲に探れるんでいいですよね。飛距離は出るし、線で捉えることができるんでね。全然引っかかんないでしょ。もうちょっと取れちゃったけど、もう10時間かかりね、これ中でかかっててばっかりさ、くらね、ただ巻き、中層ただ巻き、イエス、まあまあいいやつですね、綺麗なバスですわ。これウォーターメロンで今釣れたんですけどね、さっきまではねもうちょっと目立つから黒金とかグリーンギルとか、まあ、定番カラーでちょっといろいろやってたんですけど、ちょっとね今日なんかダメで調子悪かったんで、このウォーターメロンに変えてからバイトはちょこちょこ出てたんですよね。でもなかなか乗らなくて、でもちょっとスピード変えたり、ちょっと引くレンジをちょっと変えてみたらもうバックリですね。当たりは今日一番多いですよこれ。今日っていうかもうさっき書いたばっかりですけど、それでもやっぱ当たりは多いです。しっかりとした当たりあるんですけど、なかなか弾かれちゃって乗らなかったんですけどね。えウォーターメロンやっぱ餌から、今日はこれかな。さっきはですね、まあ、いいもん取れたんですけど、いいやつ釣れたんですけどね、とりあえず一旦そこまで沈めて、でスタックしないように、ものすごく岩なんでね、簡単にスタックするんで、ちょっと上意識して浮かした状態で、まあただ巻きですね、そんな高速巻きでもないんですけど、まあ普通にスタックしない速度でただ巻きして、なんとか一本いいやつ出たんですけどね。まだいると思うんで、まあ、釣れるか釣れるか分かんないですけど、またちょっと投げてみますよ。
りですけど、ちょっとちっちゃいね。ちょっとちっちゃいけど、ウォーターメロン、イエス。かわいい。いたね、まだいるよきっと。もうちょっと木のがいいな。ちょっとちっちゃいですね。でも気持ちいい当たりで楽しいです。 Yes.